いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこちら、現場で上靴を使ったので久しぶりに、洗っていきたいと思います。はい、もう水洗いでいいのかなと思うんですが、ちょっと気休めでやっちゃいますかね。マイペット、はい、よし、裏側もやっちゃいましょう。はい、ではやっていきましょう。はい、この中もやっちゃいますよ。はい、裏側も、ということで、ちょっとやりすぎてしまいました。こちらご覧の通り、これで穴が開いたのか、もともと弱かったのか、ちょっとね、もともと履いてて少し亀裂があったのか分かりませんが、はい、ちょっと、上靴のこの表面、水流でちょっと傷ついたのかちょっと分かりませんが、はい、ちょっと上靴には高圧洗浄はと、古いからだと思うんですね。古いからこのようにちょっと穴が開いてしまったのかなと思います。はい、すごいですねこれね。ちょっともう履けないような雰囲気なんで、軽くやるのがおすすめかなと。あとちょっとね、古いとボロボロになってしまう可能性があるので、これもおそらく10年以上は履いてるんで、そろそろ買い時かなというところだったんで、はい、以上、ご視聴ありがとうございました。